まして小野寺と申します。今日どうぞよろしくお願いいたします。では画面をですね、共有させていただいて進めてまいります。今日ですね、ダイバーシティの勉強会にお越しいただきましてありがとうございます。ダイバーシティに関してはですね、今取り組まれていて非常に問題意識を持ってここにいらっしゃっている方もいらっしゃる かもしれませんしまあそれは何なのかなと思いながらですねちょっと知ってみようかなというふうにお考えで今日ご参加いただいている方もいらっしゃるかなというふうに思いますあのダイバーシティというのはですねその進め方には正解がございませんのであの皆さんなりに自社なりのですねダイバーシティの進め方というところをあのここを経て考えていただければいいなというふうな期待を持ってですね今日お届けしてまいりたいと思います で皆さんにですね、少しでもお持ち帰りがありますように、あの、紐解いてまいりますので、どうか2時間ですね、お付き合いください。小野寺と申します。 一部ですねあの、お名前を出していいお客様と、あとはこう,こういうことやってますよというところを書かせていただいてるんですけれども、ダイバーシティというところにですね、ダイレクトにつながるあのお仕事もあればですね、少しあのスコープを広げてあのご支援するということもやっております。す。小野寺です今日よろししくお願いします。では、内容の方に入っていきます。皆さんですね、このダイバーシティインクルージョンという言葉をですね、聞いたことありますでしょうか 私もですねダイバーシティのお仕事で企業様にお伺いするとですねダイバーシティ推進室というお名刺をいただくこともあればですねダイバーシティインクルージョン推進室という企業様もですね最近増えておられます。インンクルージョンという言葉はですね、まあ、なかなかあのなじみが少ないのかなというふうにも思うんですけれども。 今日のテーマですね「ダイバーシティを推進し企業の価値を高めるリーダーシップとは」っていう文脈でいくとですね今日私がお伝えしたい概念というのはこのインクルージョンというところに結構ギュッと凝縮されております。少しですねテーマに沿ってまたお話をしてみたいと思うんですけれどもダイバーシティを推進しというのはですね組織に多様な状態を作ることです。 で日本はですね、あの大体ここは女性っていうところの文脈があの多くなるんですけれども、高い同質性をですね、脱却しようとするということが、このダイバーシティを推進しというところに当たります。そしていただいているですね、この企業の価値を高めるリーダーシップとはっていうところなんですけれども、この企業の価値を高めるというところをですね、えー、多様な人材が活躍する状態を作るというふうにあの置かせていただいてで、これがですね、まさに今日のですね、 お話のテーマとして添えたいインンクルージョとといいいいいうにご理解いただければいいかなと思います詳しくはですね後ほどしっかりとですね紐解いてご一緒に紐解いていきたいと思いますので一旦今はですねあそういう話をあの私がしようとしてるんだなというところをご理解いただければよいかなと思いますではここからですね まずは最初のですねダイバーシティの推進というところにあのフォーカスをしてですねお話を進めていきたいと思いますそのもともとの出だしからちょっと皆さんと一緒にたどっていきたいんですけれどもこの言葉を聞いたことございますでしょうか日本にはですね伝統的な性別役割意識が存在すするという,ふうに言われてますそれは何かというとシンプルに言えば男の人は仕事 女性は家事育児という役割意識です。まあ、その影響でというか、そのそのためにですね。それゆえにですね。日本企業は組織繊維の多数がですね。日本人男性で非常に同質性の高い組織運営をされてきていました。それでも1980年代まではですね。日本経済が順調に伸長していましたので、性別役割意識だったりとか、この同質性の高さっていうところにですね。疑問を感じる機会がないままに進んできたと。 いうことです。ところがですね。先ほどあのゆかさんの方から平山さんの方からのお話にもありましたように、日本においてですね。労働力人口がどんどん減ってしまって、大変そうだぞという議論が起きてきました。そして一方でですね。あの市場がグローバル規模になりましたから、ビジネスも広がりました。しえ、お客様も多様化するという背景を受けてですね。2000年代の初頭ぐらいから。 ダイバーシティちゃんとととやらないといけないいいいいけかもねという形で重要性が高ままり始めていますで、そんな背景からですね日本企業において女性の就業率を上げましょうとか世界規模でですね、もっと高度外国人をあのテクノロジー人材がたくさん世界にいらっしゃいますから高度外国人人材をですね、受け入れましょうというムードが進んできてですね 経団連の方から日本企業においてダイバーシティというのは喫緊の経営課題ですということが発信をされました。では、現状はどうでしょうか一旦ですね、海外では あの宗教だったりとか人種だったりとか性別以外のダイバーシティというところにも非常にフォーカスが当たるんですけれどもやはり日本ではですねジェンダーダイバーシティといって性別というところに絞られがちなのでここでも一旦現状ですね皆さんと女性に絞ってあのお話をしてみたいんですけれどもジェンダーギャップ指数という世界であの発表されているあの順位がございまして。 男女,男女のです、ね、差っていうのがどれぐらいあの皆さんの国の中で縮まっているのかあるのかっていうところを示す指数なんですけれどもそれが日本はですね今年も非常にあまり結果がよろしくなくって位でしたで特に経済に絞っているとですね121位ともう少しあの下になってしまうんですね。 で女性の労働参加率だったりとか、同一労働の賃金格差、収入格差みたいなところに加えて、管理職の女性割合というところも注目をされております。そこになるとですね、もう130位と、下にですね、もう15か国ぐらいしかない状況です。でこのあたりがですね、また違う調査でいくと、男女の賃金格差というのはですね、少しグラフ見にくいかもしれませんけれども、日本というのは非常に開いているというふうに、あの結果として出ています。 あそう簡単にはですね、こう払拭できないんですね。この性別役割の分業意識だったり、同一性の高い組織っていうところは私たちの中に根付いているこう価値観みたいなものなので、なかなかこう簡単には払拭できない。こんな背景がですね、現状に非常にあの強く反映されているかなというふうに思います。もう一つ新しいメッセージもですね、世の中から出ているんですね。じゃあ何もしていないかというとそんなことはなくって。 皆さん M 字カーブという言葉を聞いたことございますでしょうかこですね女性の就業率をですねこう上にこうカーブが書かれているところがあると思うんですけれどもこの赤いところですね、はい、かつてはですね女性はあのやっぱり育児出産を減るとですねあ出産育児を減ると えー、就業を辞めてしまう、会社を辞めてしまって、専業主婦になる方が多かったので、ここにですね、30代ぐらいのところで一気にこう就業率がへこんでしまうという現象があの現れていました。それがですね、この M 字カーブというところです。でもこれがですね、各企業様だったり、各個人のですね、あの努力によってこう解消されてきました。というのが、この M 字カーブの解消です。なので、えー、女性もですね、 あの働きに出るようになりましたよねというメッセージがここからはあの読み取れるんですねで。一方で新しいメッセージがこの L 字カーブというところなんですけれどもよくよく見てみるとですね、えー、復帰ししてていいいいるる分非正規雇用がが増えているというのが新しいメッセージです就業はしてるんだけれども女性の登用が進んでいないとかですねあとは あの出産子育てを経て制約を抱えた女性がですね正社員として働きにくいという雇用環境がですねまだまだあのこちらの背景にはあるかなと思います。なんで私たちはですねこうダイバーシティで女性が活躍する世界をですね目指してはいるんですけれどもなかなかですね100%の力を出す環境というのが整っていないなというのが現状かなと思います。 ではそんなダイバーシティの担い,い手はですね、誰なんでしょうかっていうところに論点を移していきたいと思います。国はですね、2003年です、もうだいぶ前に、もう20年ぐらい前ですね、202030という目標設定をしました。でこれは何かと言いますとですね、すごくあの端的に言うと、2003年当時にですね、2020年には国として女性の管理職比率を30%にしましょうという目標を掲げたものになります。 それがですね、なかなかうまくいかなくて、2020年の8月ですね、もう2020年というデッドラインが来ましたので、これはどうしたものかというところでですね、結局のところ、2020年代の可能な限り早期に達成しましょうというふうに目標が変わっていますで。目標が変わることについてはですね、私はそんなに悪いことではないかなというふうに思うんですけれども、実際の数字を見てみると、ちょっとうんと思うところがありまして、 女性の管理職比率がですね、2009年は10%。で10年後、2019年は11.9%と、10年間でですね、1.7%しか増えてないんですね。でここの検証はまあされないままに目標が変わってしまったというのがありますで。またですね、女性活躍推進法という法律がありまして、でこれですねあの、2022年、今年から、今年度からですね、 100人以上の従業員を、えー、抱えてらっしゃる企業さんはですね、女性の活躍度合いを公表する義務がありますよというふうに変わりました。でもですね、残念ながらこう罰則規定がないのでですねあの、そこに対してアンテナが立ってらっしゃる企業さんはやりますし、そうじゃない企業さんは、ここの部分はスルーしているという状況かと思います。で何が言いたいかと言いますとですね、国が強制力を発揮するというのが非常に難しい分野がこのダイバーシティなんですね。 なので、結局は企業がですね、もしくは現場が少しずつ意識を変えて進めていくしかない。で変えようと意思決定した企業から変わっていく、そういうですね、あの分野のお話なんだろうなというふうに思っています。具体的にダイバーシティを推進するとはどういうことなのかというところをもう一度ちょっとおさらいをしたいんですけれども。 ダイバーシティを推進するというのは、組織の中に多様な状態を作るということです。で一旦、表層的な対応でいくとですね、性別だったり、国籍だったりというところがあるかなと思いますで。試作例としてはですね、まずはそもそもいないと話が始まりませんので、まあ、あえてこういう言葉を使いますけれども、マイノリティ人材を採用しましょうと。今まで同質性の高い組織の中にですね、同質じゃない方々を採用していって、 こう、多様な状態を作っていきましょうというのが第一歩。そして、せっかく採用してさせていただいたのにですね、やめてしまうともったいないですよねというところで、えー、育児だったり出産だったりを経てもですね、あの仕事をしていただけるように、両立支援制度を作っていきましょうというのも、ダイバーシティ推進の施策のとても大事なあの打ち手だと思います。そして ダイバーシティの中でマイノリティな人材の、まあ、あえて女性社員のことをそういうふうに呼ばせていただきますけれども、長く働いてほしいよねって思いは皆さんもあると思いますので、キャリア開発研修みたいなものをやってですね、短期的ではなくて長い目線でキャリアを考えてほしいというのもダイバーシティの施策例の一つかなというふうに思います。例えばで出させていただいたんですが、ダイバーシティに取り組むというのはですね、やっぱり経営が意思決定をしないと始まらない、そういう分野のお話かなと思います。 皆さんもですね、進められてらっしゃると思うんですが、ダイバーシティの推進にはですね、段階があるんですね。皆さんが今、どのあたりにいらっしゃるのかっていうのを、ぜひあの、ご自身の企業をですね、振り返りながらあの、聞いていただきたいなというふうに思うんですけれども、まずですね、はい、抵抗の段階というのがあります。抵抗の段階はですね、私も残念ながらこういう話を聞いたこと、何度かあるんですけれども、まあ、うちは特に困ってませんと。 今別にそんなわざわざダイバーシティとかやらなくても十分大丈夫ですっていうお客様だったりとかあとは女性に何かすると逆差別ですよねっていうお声もですね聞いたことがありますいろんな理由があってですねあの取り組む必要がないと取り組むことに進まないという状態がですね一番最初の抵抗の段階ですそらく今日来てらっしゃる皆さんはですねもう抵抗の段階ではなくて次に以降にですね進まれてらっしゃるのかなというふうに思います 次にですね、同化という段階があります。同化という段階はですね全員平等ですという取り扱いいをすす。る段階ですいてもいいんですけれどもねマイノリティ人材女性が社員として活躍いただくのは全然いいんだけれどもみんな平等だよというメッセージが出るのが同化ですこの同化の段階の企業さんはですね一部女性が非常に活躍しているケースはあるんですけれども ただしですね、従来の働き方に合わせた女性だけ。まあ、もうちょっと言うとですね、男性社会にもバンバン適応しようという覚悟を決めたスーパーウーマンみたいな方がですね、あの時折いらっしゃるんですけれども、あの状態にですね、腹をくくった女性のみが活躍しているという状態です。一方でですね、両立制度も整っていることが多いんですね。その同化して活躍するということを選択しなかった方、 もですね、もちろん組織にいていいですよと。ただそういう方についてはですね、どんどんとこの女性の中でも格差が開いていく。例えば管理職になるっていう道だったりとか、あとはこう自分の力を120%発揮するみたいな女性活躍は遠のいていく。その段階がこの動画かなと。この段階の企業さんはですね、非常に多いというふうに私は考えています。そして次に分離という段階です。 分離の難解はですね、活躍しやすい、もしくはこう女性の力が発揮されやすい特定の部署というものをこう定めまして、そこで女性が活躍しているという状態です。こういう場合はですねあの、管理職の方も女性のケースが多いんですね、そこに部分に関しましては。例えばですね、あの私の古巣である銀行なんかもですねあの、個人専門支店みたいなものを作って、でそこのトップにあの、支店長にですね、女性を据えたりとか。 まだ製造業でお邪魔したときなんかはですねなでしこラインという女性だけがこうメンバーのチームがあってこの製品を作ってくれるチームとしてですねあの成立してたりとか女性チームの編成なんかもですねこの分離段階の一つの大きな特徴かなというふうに思いますでこの場合はですねその部分での女性活躍は非常に充実してるんですけれども部分的な推進にとどまってしまっているんですね なので組織全体としてダイバーシティを推進していこうとか、えー、皆さん同士でこうンカンカンガクガクで議論していこうというようなよりはですねこう部分的というところにとどまっているのでその空気をですね全体に波及させるにはすごくあの大きなステップがあるかなというふうに考えてます。そして最後の段階がですね統合という段階になります。 この段階はですね、多様な存在が、こ々人の特性や違いを認め合ってですね、お互いに学び合って、あの進化したり変化したりっていう状況になります。状態になります。ここになって初めてですね、男女の区別がないと。あちこちで活躍している、一人一人があちこちで活躍しているというふうな状態というふうに言えます。で、ここではですね、コンフリクトを恐れないオープンな議論があったりとか、 お互いにですね、意見を言い合うということが非常にこう充実している状態だというふうに言われています。でここがですね、今日お伝えをしたい、インクルージョンというあの状態に、えー、イコールで結ばれているところかなと思います。皆さんの企業はですね、今、どの段階にいらっしゃるでしょうか。このような形でダイバーシティを推進するとですね、じゃあ何がいいのっていうところですね。 ここはですね、いろんな、えー、書籍だったりとか研究結果を見てもですねこれでですすいいいうに決まっているものがないんですね。あるあの企業様の N で例えば数十社取った時にはこういう結果が出ているとか世の中一般的にはこういう傾向があるというふうに言われるんですけれどもそれがですね一社一社全てに当てはまるかといえば私はそうではないのかなというふうに思うのであの組織の状態だったり自社の状態を踏まえてですね取りたい果実をこう決めていただいて。 目的を決めてですね、目標を決めて打ち手を打っていくっていうことが必要になるかなと思います。自社には自社のやり方がありますっていうところですね。皆さんの企業ではですね、どういうことを目的として進めていらっしゃるかなというところをぜひ聞いてみたいと思います。もちろんこう最終的にはイノベーションを起こしたいなっていうお持ちの方もいらっしゃると思いますし、今いらっしゃる女性活あの社員にですね、活躍してほしいという方もいらっしゃると思いますし。 採用でですね、もっとこういう人を迎えたいという、そんなあの意図を持ってらっしゃる企業さんもあるかなと思います。ここでですね、ちょっと問いかけタイムとしてご用意してますので、皆さん少し考えてみていただきたいと思います。まず、自社のダイバーシティの段階というのはどのあたりでしょうかと。抵抗、同化、分離、統合というふうにありましたで。記者におけるダイバーシティというのはどの対象をイメージしていますかと 女性だけじゃないという方も多分いらっしゃると思いますね。はい。またダイバーシティを推進することで、どんな果実を得たいですかと、何が実現できそうでしょうかとぜひお手元にですね、ちょっと書いていただきたいなと思います。ダイバーシティの推進をですね、企業の価値につなげる、果実を取るために必要なこととしてですね、 今日のメインとしてはですねこのインクルージョンというのは何かというところをご理解いただいて少しですね進めていけるような、うん、ご準備が整うといいなというふうに考えていますまず共有したい考え方なんですけれども先ほどから何度もお伝えをしていますがダイバーシティというのはですね組織に多様な状態を作る ということを目的にしていますで。全部が紫の三角ではなくてですね、水色の丸がいたり、えー、緑の四角があったり、こういう形でですね、組織に多様な状態を作る。それがダイバーシティです。そして、アンドインクルージョンの方はですね、このような形で多様な人材がですね、混ざり合って、お互いに多分刺激し合ってるんでしょうね。刺激し合って活躍する状態を作る。それがインクルージョンになります。その先にイノベーションがあると。 果実が取れるというふうに考えます。で、インクルージョンという言葉がですね、ちょっと耳慣れないので、少しあの意味と定義をお伝えしてみたいなと思うんですが、英語の意味としてはですね、包摂とか含有という意味です。少し広げてですね、私たちはこれ一体性というふうにあの読んだりもしています。これ逆の英語がですね、エクスクルージョンになるんですね。 なんで、排除が逆語なので、まあ、排除じゃない方ですね。それが、あの、インクルージョンの意味になります。で定義としては、こんな風に言われてますっていうところをシェアをしたいんですけれども、一つ目としてはですね、ダイバーシティは組織の属性に焦点を当てており、インクルージョンは、その組織成員がですね、社員だということです。心置きなく参加と貢献ができるように、 障害となるものを取り除くことに焦点を当てること。二つ目としてですね、ダイバーシティとは法律で強制することができるが、これはですね、日本はちょっと緩めなんですけれども、海外なんかは割とですね、非常に強めに強制をしてたりします。インクルージョンは任意で行うもの。インクルージョンとは職場や組織において、そこに存在するダイバーシティを有益なものにするプロセスや行動と。 いうふうに言われています,ですね。このインクルージョンがないとですねダイバーシティの果実は得られないというふうに言ってしまってもいいのかなと思いますただそこに多様な方がいらっしゃるというだけではですね皆さんが狙いたい目的果実というのは得にくくてこのような形でですねインクルージョンをやっていくことでその果実っていうのが得られていくと いうふうに定義をされています。とっても大事な考え方ですね。では、インクルージョンの状態とはどういう状態でしょうかと。ここもですね、世の中的に諸説あるんですけれども、まあ、いくつかの概念を統合していくとこういうことかなというのを皆さんと共有したいと思います。職場組織にいる一人一人がですね、自分らしさの発揮。つまり、 ここにいてですね、自分らしくいられてるなとか自分の力が発揮できてるなというその感覚ですねだったりとか貴族感、この職場の一員として自分は尊重されているなとかここが自分の居場所だから貢献したいなって思っていることとかですねこの自分らしさの発揮と貴族感を認識できていることという定義が、えー、今日皆さんとですね認識合わせしたいインクルージョンの状態です。 でここでですね、ポイントとなるのは、一人一人の認識だということなんですねんで。インクルージョンの状態が作られています。っていう時には、マジョリティ、マイノリティ関係なくですね、そこにいるお一人お一人が、この二つのですね、気持ちを持てている状態。それが、インクルージョンの状態というふうに言います。一人一人の認識なのでですね、一律の答えもなければ、簡単でもないと。 というところなんですねで今日のテーマの最後はですねリーダーシップとはというふうに終わらせていただいてるんですがこの認識を高めるリーダーシップっていうのをですね私たちはあの現場職場組織でですね発揮していかないといけないというわけなんです。でマジョリティマイノリティも関係なく、まあ、一旦関係なかったとしてもですね人が活躍するためにこのインクルージョンの状態というのはこのアプローチはですねとっても大事になってきます。 で皆さんですねご自身の胸にちょっと手を当てていただいたりとかちょっと職場や組織をこう思い描いていただいてですね皆さんの預かってらっしゃるところではですねインンクルージョンにししかかかいかがでしょうかね。みんなが一人一人が自分らしさを発揮できているか自分の力がちゃんと生かされてるなというふうに感じられているか。 一方でですね、集団への帰属感ちょっと堅い言葉ではあるんですけれども、まあ、ここで活躍したいなとかここに貢献したいなとこの1年よかったなっていうふうに思えてるかどうかどの辺にいらっしゃると思いますかご自身もそして職場もですね。でここでですね自分らしさの発揮と、まあ、集団への帰属感ということであればこれがインクルージョンということであれば、まあ、うちはやれてるよと。 というあの企業さんだったり思われてる方もいらっしゃるかなというふうにも思うんですけれどもこれですね同質性の高い組織要は皆さんが同じような属性の組織ではですねそんなにこう難しくないんですねインクルージョンの組織を作って維持をしていくっていうことはそんなに難しいことじゃありませんダイバーシティが進んで異質というふうにあえて言います異質なマイノリティな人材が入ってきた途端にですねここは難しくなっていくんですね わからないことが増えるのでですね、リーダーとしても、はい。例えば、女性というふうに置くとですね、まあ、女性だからこの仕事やってください、みたいな形で指示がされるとですね、自分らしさというのが揺らぎますよね。でまた、お母さん社員がいるのにですね、例えば会議が9時、あ、9時、9時だと言い過ぎですね、7時スタートの会議とかがあった場合はですね、貴族感が揺らぎますね。あ、私なんか呼ばれてないのかもな、とか。ダイバーシティの 組織においてはですねこのインンクルージョン認識自分らしさの発揮や集大の帰属感を高い状態にしていくっていうことはですねちょっと皆さんの方で意図をして作り続けるその状態をキープするような、えー、意図だったりとか仕掛けだったりとか打ち手というところが必要になってきますじゃあ具体的にどういうことをすればいいのかっていうところにですねお話を移していきたいなと思います インクルージョン認識をですね、促進する要素というのは3つあります。この3つです。1つ目はですね、親密性です。ここはですね、表面的ではない信頼関係があるかということを、この親密性としてあの解釈をさせていただきます。そして2つ目がですね、心理的安全性。 この言葉は聞いたことある方、たくさんいらっしゃるかと思うんですけれども、チームの中にですね、自分の意見だったり行動が否定されない、非難されない雰囲気があるということ。そして三つ目がですね、公正性。機械の均等と個別事情への配慮が公正性というふうに意味を置かせていただきます。この丸をですね、 ちょっと重ねて表示をさせていただいてるんですけれども、この3つはですね、お互いに非常に影響し合っていますし、重なり合っているところもすごく多いです。なので、例えば親密性がすごく高いのに、心理的安全性がどすごく低いとかですね、公正性だけあるんだけど、心理的安全性が全然ないとか、そういう組織っていうのはあんまりないかなと思います。この3つはこう、三味一体になってですね、最終的にはこう、インクルージョン認識を促進していくというふうに、 あの課せていただきます。このキーワードですね、ぜひあの覚えていただきたいと思います。一つ一つご説明をしてみたいと思います。まずですね、親密性からです。親密性という言葉はですね、あのすごく平たく言えばまあな仲がいいみたいなことになってしまうのかもしれないんですけれども、まあそれで済ませて,てしまうとですね、ちょっと面白くないなというふうに思っておりまして。 表面的じゃない相互信頼の関係があることというふうに解釈をさせていただいています。特にまず上司部下間ですね。上司が部下を信頼しているか、そして部下が上司を信頼しているか、この関係性がある。そしてもちろんチームの中でですね、同僚同士の関係性っていうところも大事ですね。同僚同士も信頼し合っているかと。これを親密性というふうに呼んでいます。 信頼関係っていうのはどのようにできていくかっていうところなんですけれども、これまあいろんなあの言い方はあると思うんですが、今日ここでこれをシェアしたいなというふうに思います。こういうトライアングルがありましてですね。まず信頼関係を築く一番最初の手前のところですね。それがこの自己理解というところです。自分のことを理解しているか。先ほどのインクルージョンの認識の用語で言えばですね、自分らしさっていうのはどういうことか。 とといいいううののを理解しているかていうのが起点になります自分が大事にしている価値観はこういうことだとか仕事をする上でこういうことは譲れないとかですねそういうことが自分の中で、まあ、どれぐらい分かってるかっていうところがこの自己理解になりますでこの自己理解の深さと同じぐらいですね人のことが理解できるというふうに言われてます相手の理解ですねここも相手の相手らしさを理解しているか というふうに解釈いただいて結構です。自分のことが分かっている。これぐらいまで分かっている。全部分かりきることはですね、ちょっと難しいと思います。そして相手のことも同じように理解しようと努めている。でこの2つのですね、自己理解と相手理解をお互いがすることによって、相互理解が進んでいきますで。その相互理解の先にですね、互いへの信頼関係というのが生まれてくると言われています。 これ相互理解っていうところはですね同じになるということは言っていなくてですねなんで同じ価値観を持ちましょうということではなくってこういうところは違うねこういうところは合ってるねっていうところが分かり合えるそういう状態のことを相互理解というふうにあの解釈していただければと思いますこれは分からないとですね自分の中で無意識に相手のことを判断したりとか評価したりとかですね相手から自分に対しても こういうことを思ってるんじゃないかなっていうふうに、こう勝手に解釈してしまったりとか、そういうことが起きます。ですので、一番最初のステップとしてですね、自分の価値観を知っておくっていうことが、この親密性につながる大事な一歩になっていきます。せっかくなのでですね、ちょっと皆さんとご一緒にワークをしてみたいと思います。ミニワークですね。まず一つ目です。 ご自身のこれまでのですね、社会人経験を振り返っていただいて最も印象的だった出来事というのは何でしょうかちょっと思い出してみてください2つ目ですその出来事を通じてですね、 皆さんはどんな学びや価値観を得られましたでしょうか今に何、どういうふうにつながっているかという問い、というふうに受け止めていただければと思います。またその出来事を通じてですね、得た力は何ですか例えばこんな判断力がついたとかですね。結構粘り強くあの交渉する力がついたとか、まあ、そのようなことでもいいのかなと。 そして3つ目ですね。その価値観だったりっていうのは、たくさんの出来事をこう経ながらですね、増えていったり変わっていったりするものだというふうに思うんですけれども、ここまでの様々な経験から培われたですね、ご自身が仕事をする上で大事にしていることだったり価値観というのは何でしょうか一旦こうキーワードもですね、出させていただいてますので、心当たりのあるものをですね、ぜひあのチェックしていただければと思います。1分ほどお渡ししてみます。 これですね、あの私たち、えー、企業のマネージャーの方々だったりとか、仮職層の方々にですね、こういったあの研修をさせていただくことがあるんですけれども、その研修ではですね、ペアだったり3人だったりでですね、お互いにインタビューをし合って、まあ、このキーワード、その人の価値観みたいなところを一緒に見つけていくというワークをするんですけれども、自分では、例えばですね、安定が大事っていうふうに思っていたけれども、自分のお話をして相手からこうフィードバックをもらうとですね、 ものすごいこう探求心がありますねって言われたりとかですねこう意外な自分の見えてないところのフィードバックがもらえたりするんですよねでそれをするためにはですねやっぱり相手との対話っていうところが非常にあの大事になってきますでその対話の話に行く前になんですけれどもこういった形でですね価値観っていうのはもう本当に人それぞれなんですよねで自分の価値観しか知らないのでですね自分がなので 相手がどういう価値観を持ってるかっていうことを無意識に自分と同じかもしれないなとか、こういうことを大事にしてるんだよねっていうふうに思いがちなんですねあの。アンコンシャスバイアスっていう言葉を使ったりするんですけれども、なかなかそこってですね曇りがちになってしまいます。経験が違うので、えー、自分の大切な価値観だったり仕事観だったりがち、人それぞれ全然違うっていうところ、ここがこう一番最初に立っていただきたいポイントなんですね。 でこの自分固有のものをベースにあの信頼関係というのは作られていきます。親密性のですねチェックポイントを4つご用意してみました。皆さんですねぜひあの自分の組織どうなってるかなというのを思いながら聞いていただきたいなと思います。まず一つ目がですね職場では上司と部下間でまいてこう上下の方にですね取らせていただきます。互いオープンにして 対話する機会が十分に設けられているいかがでしょうか。ここではですね、二つのことを言っています。まずはオープンにして対話するということです。先ほど申し上げました通りですね、こ自分らしさとか自分が大事にしていることっていうのはですね、こ自分自身を開いていないとわかりませんし、相手が開いていないと自分が開くっていうことは絶対にありませんから、お互いに開き合っているかっていうことがすごく大事で、そして対話っていうところですね。 一方的に話すんじゃなくて、対話が交わされているかっていうところがとても大事です。そしてもう一つはですね、コミュニケーションの機会の量です。時折ですね、あの半年に1回ちゃんと話してますと、評価面談の時にはものすごい時間をかけてしっかり話せてますっていうふうにおっしゃるんですけれども、おっしゃることを聞くんですけれども、半年に1回の面談機会だとすごく少ないなというふうなあのフィードバックを差し上げています。 今こう、リモートでお仕事されてらっしゃる企業様もいらっしゃるかもしれませんけれども、もう週に1回でもいいぐらいですね、リモート環境だとですね、まあ、そこはこの企業様の環境や状況によって違われると思うんですけれども、少なくとも半年に1回の評価面談だと少ないなという印象を私は持ちます。そして2つ目です。職場では互いの価値観、気持ちや得意な領域を知り合っている。 これがですね、先ほどの自分らしさを知り合っているかっていうところになります。でこれ仕事なのにこういうのいるんですかっていう、そんな気持ちを持たれる方もですね、いらっしゃるかもしれませんし、私もですね、昔だったらそういうふうに言ってしまったかもしれません。仕事に持ち込むんですかと。でもそれはですね、今の時代をですね、生きていないかもしれないなというふうに最近思っています。かつてはですね、 このの仕事をやればいいといいとうものが結構決まっていてで、それがですねあの普通にこなせれば、えー、企業として成長していくっていう状況があったんですけれども今っていうのはそこもこう巡りこう変わりゆくもの結構変化がですね非常に激しい時代になっていますからやってもらう仕事だったりとかどういうチームを組んでいったらいいかっていうところについてもですね非常に上司としては頭を悩ませるんじゃないかなというふうに思います。仕事を割り振る際にもですね、何かチャレンジして というふうに動機つける際にもですね相手がどういう人かを知らないとうまくできないという時代になってるんですね。で例えばですねチームで助け合って成果を上げることが大事というふうに思っているメンバーに対してですねあなたは一番になるためにこの仕事をやった方がいいよみたいなあのアドバイスをしたとしても全然刺さらないという状況になってるんですよね。それでも かつては仕事だからやる。やってください。やります。という関係があったと思うんですけれども、やっぱり今はですね、相手の文脈に合わせて仕事を割り振っていくとか、動機づけていくっていうことが非常に大事になってきてるんじゃないかなというふうに思います。それがこの二つ目です。そして三つ目ですね。職場では上司と部下の関係性の深さに偏りがないという項目をご用意しています。 自分と似てているメンバーに対してはですね、同質のメンバーです、ね、に対してはこういった上の2つっていうのは非常にやりやすいですね似た者同士だから分かり合いますしそうだよねっていうふうにして話が進むんですけれども例えば表面的にですね、属性が違うとか国籍が違うっていうメンバーに対してはなかなかやりにくくてこうオープンになりにくいなとか対話の機会がちょっと減っちゃうなっていうところがあられる方もいるかもしれません。 また相手の話を聞いてるつもりなんだけど理解できないからあの知り合っているという状態にはいけないなぁとそうするとですねなかなか苦手なので少しずつですね関係性の深さに偏りが出てくる可能性が高まります私自身もですね胸に手を当てるとそういうことあるかもしれないなぁなんていうふうに思うんですけれどもねこれですね人っていうのは特にメンバーサイドはですねこの偏りに敏感です あの人とはすごく話してるのに私とはみたいなところですね。なんでここはこう意識してリーダーシップを発揮してですね、偏りのない関係性の構築っていうところを心がける必要があるだろうなと思います。そして次ですね、四つ目です、えー。この関係がですね、チームの中に広がっていくと最高ですよね。業務。 内外に関わらずですね、お互いを知り合う機会というのがたくさんある状態。チームとしてこの信頼関係の構築ができている状態というのは最高の状態だなというふうに思います。親密性として。でこの親密性というのはですね、離職率に非常にあの効くというふうに言われています。よろしいでしょうか。では次ですね。次はですね、心理的安全性にいきたいと思います。 心理的安全性という言葉自体はですね非常に耳慣れたあのキーワードかなというふうに思うんですがここでの定義はですねチームにおいて発言や行動をする際に否定されないとか非難されないという共通認識がある安心感があることというふうに置かせていただきます心理的安全性にですねいきなり行くということはなくてですね階段があるというふうに言われていますまずはですね大事なことは情報はオープンで そして誰しもがアクセス可能であることというふうに言かせていただきます。何かですね、意見を言ったりとか行動しようとするときにですね、知ってることにものすごい格差があったら、そこには当然なことながらですね、勇気が出てこないんですね。心理的安全性の中で一つのですね、良くないこととして言われる、そんなことも知らないのっていう状態がですね、生まれてしまうと、もうそこのシャッターが降りてしまってですね、そこから先に進めなくなってしまいます。 なんで、まず第1段階目はですね、ある程度の情報がオープンであって、みんながアクセス可能な状態であることが一つ目の階段になります。そして二つ目はですね、意思決定機会に参画できているかというところです。これは全員が全ての意思決定機会に参画するということではなくて、少なくとも自分自身が担当していることについての意思決定機会には参画できる状態があるかということを言っています。 いつもですね、すでに決まったことが、条件とかですね、決定事項が下ろされてしまって、で、えー、自分自身の意見だったりとか、思いが言えない。そういう状態の組織だとですね、心理的安全性というのはやはり、あの、限界があるかなと思います。そして三つ目がですね、発言機会があるかということです。で発言機会の提供というのもですね、あの、当てていくっていうのはもちろんあるんですが、 発言に時間がかかる方っていうのはいるんですね。考えたりとか、意味を解釈したりとか、そういう時間が必要な方も当然いらっしゃって。で会議に出ている以上はですね、いろんな方のペースがあるので、その方のペースで発言する機会があるかということもですね、一つあの大きなポイントになります。そして最後、とっても大事なのが、心からの傾聴と健全な意見交換。聞いてもらえてないなって思うとですね、もう次から言いたくなくなるっていうのはもう、 私もそうですし、皆さんんもですね、ご経験あるんじゃないかなという,ふうに思いますで。また何か意見を言った時にですねものすごい叩かれてしまうみたいな状況もですねあの非常に次からの一歩にですね踏み出しにくくなってしまいますのでこの4つの段階を経てですね上に書いてあるような認識が皆さんに共通認識として生まれていくというふうに思います。 ここでもですね、5つのチェックポイントを用意させていただきましたので、皆様ですね、自分の組織を思い浮かべていただいて、ぜひチェックいただければと思います。まず1つ目ですね。先ほど申しましたが、職場では十分な情報にアクセスできる環境が整備されていると。 これ取りに行くかどうかを本人次第ですので、まあ、そこまではもう当然のことながらですね、自分でやってくださいというところなんですけれどもある程度ちゃんとオープンになってますよねという環境を整備するのはこうリーダーの役割かなというふうに思いますそして2つ目ですね職場のメンバーはご自身の担当範囲内の意思決定においては自分がちゃんと関われてるなというふうに感じていらっしゃるかそれが2つ目です で大体のケースにおいてですねものすごくこうまだ何でしょう分かってそうだったりとかこれから学んでいくっていうステージの方じゃない場合にはですね現場社員がやっぱり一番分かっているっていうことは多いんですよねなので、えっと、その方をしっかりと巻き込んだあの意思決定ができてるかっていうことは非常に大事になるかなと思いますそして3つ目ですえ職場では異なる意見にも耳を傾ける雰囲気があるかというものが3つ目になります これ誰しもなんですけれども自分と違う意見にはですねこうこ瞬時にこう体というかですね反応するんですね気持ちも含めてでそこをいったんですね脇に置いてちゃんと聞けるかだったりとか耳を傾けることができるかというのはあの職場の雰囲気に非常に影響してくるかなと思いますこれ頭ごなしにですね「いやそれ違うでしょ」っていうふうに言ってしまうと 職場の雰囲気っていうのは心理的安全性というのは一気にこうフスッと落ちてしまう可能性がありますね。そして一旦聞き止めた上でですね、職場ではそれいいねとか、もっとこうしたらとか、それは私は違うと思うよといった意見交換だったりとか、あとは気づきや質問等の発言に躊躇がない状態が作れているかというのが4つ目です。これは3つ目の一旦耳を傾ける、その上でというふうにあのご理解ください。そして、 最後ですね。職場ではメンバーの提案や貢献に対して互いに感謝が交わされているかというのが最後になります。でこれ私のかつてですね、私の上司だった方もですね、こういうふうに接してくれてるなというふうに今思い起こせばあの感じてるんですけれども、何か言ったりやったりしたことについてですね、ありがとうという言葉をすっとあの言ってくれるわけなんですね。で、最終的には、 あ私の意見違ったなとかその上司の意見になったなっていうことはもちろんたくさんたくさんあるんですけれどもあ言ってくれてありがとうっていうふうにですね言われるのとあとは「うーん」っていうふうにすぐに言われてしまうのとではやっぱり関係もも違違いいまますすし職場の中の中雰囲気も違うかなと思いますこの互いに感謝が交わされるっていうところもですね心理的安全性に非常に寄与するんじゃないかなという風に思います。この5つのつポイントですねぜひチェックしてみてみください 心理的安全性はですね、生産性とかイノベーションに非常に効いてきます。ここがこう突き詰められていくとですね、組織の中の成果としてはそういったところの果実が得られるというふうに言われています。そして最後にですね、公正性のお話をしたいと思います。公正性はですね、先ほどの機械均等という言葉を出しました。はい、ここにも書かせていただいています。そういうふうに言い換えられるかなと思います。 でこの機会均等のためにですね、採用や評価や移動という,こう人事に関わる仕組みが公正であるということはすごく大事なんですけれども、100点の仕組みっていうのはありえないんですね。公正度100%という仕組みはなくてですね。大事なのはどちらかというと、この運用する人の認識の方です。こういったことを採用だったり評価だったり移動だったり、まあ、お仕事のアサインだったりもそうですね、その運用が公正で、 あの、認識、その人の運用する人の認識が公正であること、それによって与えられる機会というのは均等になっていきますと。そして、公正っていうのはですね、フェアであってイコールではないんですね。なので、個別事情があるメンバーに対しての配慮というのは一定必要になってきます。ここがあの、ダイバーシティのですね、一つの大きな難しさになってくるんですけれども。 で一方でですねその配慮についてチームの中に納得感が感じられなくてもフェアにはならないんですね。なんでリーダーとしてもしくは個別事情を配慮されている本人としてはですねこれであのいいなと思っていてもですね周りがそうじゃないよねというふうに思っていたらですねそこのその関係性としてはフェアじゃない要はインクルーションの認識がですね醸成されないことになりますから そこについてはですね、配慮についての背景だったりとか、ご自身の意図っていうのを説明することもリーダーの役割になってきます。でここですね、このイラストを使ってちょっとご紹介してみたいなと思います。このイラスト、ご,ご覧になったことありますでしょうかね。結構あの出てるかなというふうには思うんですけれど。一番左がですね、平等な状態ですと。制約があろうがなかろうがですね、みんな同じでしょと。 いうところに立つの状態ですとですね、えー、見ていただいて分かるようにですねピンクのシャツの子がですねあの野球を見れてないという状況になってるんですけれども機械均等にはなりにくいですで真ん中がですね個別事情に配慮がある公正な状態というふうに言えると思いますここではですね機械が均等になるんですねなんで機械が均等であるということがまず前提で。 でそれに対して配慮をどうしようかという発想をしているのがこの真ん中の構成のところにあたります。でこれについてですね、あの例えばここで行くと青いシャツの方にですね、こういうことを配慮するよというのが納得できていれば、皆さんの中で納得感が高まってですね、組織の状態というのはインクルージョンな状態になるかなと思います。でも時にですね、右のような状態になってしまうことがあるんですね。 私もあの女性活躍のお困りごとをですね、企業さんとヒアリングするとですね、ママ社員とそうじゃない社員の不和みたいなお話って結構聞くんですずるいみたいなところですねでそれがですね、本当にそうなのかなってちょっと調べていくとですね、右のような状態になっていることがあります要は配慮が行きすぎてもうなんかちょっとわからないから遠慮しすぎてですね、過剰な配慮過度な配慮をしてしまっている状態ですね こうなってしまうとご本人としてはこう機会均等だなというふうにピンクのシャツの方は思ってると思うんですけれども他の方への納得感がなくなってしまってフェこれちょっとい旦ですね模式的に模擬的に表してますので貯蓄騒動は高いんですけれども真ん中の状態を作っていくっていうことこの意識ですねそれがあの公正性に非常に大事になってきます。 構成性についてもですね、あのチェックポイントをご用意させていただいたので、あの皆さんとですね、一緒に見ていき,い,いきたいなというふうに思います。まず一つ目です。職場にはこれは女性の仕事、これは男性の仕事といった区分がないと。それはないですよって皆さん思われるかもしれないんですけれども、なんか明文化されているかっていうところよりはですね、暗黙だったり無意識だったりっていうところのお話をさせていただいています。例えばですね、 これはもう私自身もそう思いがちなんですけれども、女性は気配りができるからアシスタント向きだよね。アシスタント職っていうのは女性しかいないみたいな状況ですね。そこはもしかするとこの区分というふうに暗黙の中での区分というふうに言えるかもしれません。二つ目です。職場ではお互い様の配慮があって過度な遠慮がないと。 結構難しいチェックポイントだなというふうに思うんですけれども、今はですね、配慮が必要じゃない方もですね、この時代、いつ配慮が必要になるかわからないんですね。例えば最近やっぱり介護に従事されていらっしゃる社員の方が多くなっているという企業さんもたくさんいます。たくさんいらっしゃいます。なんで、お互い様だよねと、今はあなたに配慮をしましょうという状態が作れるか、そしてそれが過度じゃないかということが大事です。 でここで配慮と遠慮のですね、辞書的な意味をシェアすると、さらにそこがなんとなくこう理解が深まるので、シェアをしたいんですけれども、配慮っていうのはですね、良い結果となるようにあれこれと心を配ることを配慮というふうに言います。心遣いも含めてですね。で遠慮というのはですね、まあ、人に対して言葉や行動を慎み控えること、ある場所から引き下がることというふうに定義されています。なんかここを見ていただいてもですね、 配慮と遠慮はちょっと違うんだなとか自分が分からない人に対してはつい遠慮しがちだなっていうふうに思われる方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。で適切な配慮をするためにはですね先ほどの親密性ですね相手と本人とですねまずはオープンに話をする必要がありますのでそこの親密性と公正性のこう重なりっていうところがですねここでも出てくるかなと思いますそして3つ目です。 職場ではメンバーにですね、個別の配慮が必要な場合、その配慮について他のメンバーが認識して納得していると。ちょっとわざわざですね、頑張らなきゃいけない部分なんですけれどもね、本人に対して配慮をしていますと。それだけじゃなくて、他のメンバーに対してもこうだよっていうところの,あの説明をしっかりとしてきているかということが、この3つ目のチェックポイントになります。 繰り返しますけれども、職場としてフェアな状態、公正性を発揮していただくというところに立って、このお話をしています。そして4つ目です。少しあの難易度が上がってくるんですけれども、職場では個別の配慮を受けるメンバーの貢献の内容が明らかで、全メンバーが納得していると。これ、全メンバーっていう、ちょっと言い,言い過ぎかもしれませんね、他のメンバーがと。でこれ、例えばですね、時短勤務の女性をちょっと想像していただきたいんですけれども、 時短勤務の女性、時間が短いですね。時間が短い上にですね、さらに皆さんが配慮をしすぎて、ちょっと遠慮してしまってですね、お仕事自体も難易度を下げたりとか、求める質のを下げたりすることで、もう時間も少ないし、えー、求める質だったりとか難易度も低いのでですね、結局結果として半人前の状態を作ってませんかということをここでは言っています。 これぐららい,いいいいいいででよねと、と、時短だかかっててう,うにしていないですかと例えばですねそういうことを言っていますそれだとですね他のメンバーからするとあなんかちょっと納得いかないなというかそのチーム内の納得感っていうところが削がれていってしまうということが起きがちですそして最後ですね職場ではメンバーそれぞれが持つ力を発揮できる仕事のアサインがされているかと。 ここはもう公正性のゴールですね、もう個別の配慮云々ではなくて一人一人が力を存分に発揮できているか自分らしさの発揮ができているかというインクルージョンにですねダイレクトにつながってくる部分かなと思いますこんな5つのですねチェックポイントがこの「公正性」になりますでここまでですねインクルージョンを促進する要素についてお話をしてきました 組織にですね、この3つです、えー。親密性、心理的安全性、公正性が持ち込まれるようなリーダーシップを発揮していただくことで、メンバーはですね、自分らしさの発揮だったり、貴族感というのを感じられるようになりますで。今日はダイバーシティの勉強会ですので、えー、ちょっと引き戻してダイバーシティとの関係でいきますとですね、ダイバーシティを進める以上、 そしててをを進めてですね企業価値を上げるつまりこの多様な人材が力を発揮して活躍して成果を出すっていうことをやっていこうとされる以上ですねこのインクルージョンという認識については必要条件になるかなと思いますでこのインクルージョンの状態というのはですね、まあ、そんなすぐにはもしかしたら出来上がるものではないかもしれないですね一人一人がこう心がけたりとか、まあ、経営のトップもそうですし 県のトップだけじゃなくてですね職場長もこの認識をお持ちいただきたいですしもうちょっと言うとですね社員お一人お一人もこういうつもりで組織の中にいるっていうことが大事になってくるかなと思いますもしそれができないとですねダイバーシティっていうのは組織が難しく組織運営が難しくなるだけだよねっていうふうな捉え方要は抵抗の段階にですねぐっと引き戻ってしまうんじゃないかなと思うんですね なので、皆さんの方でですね少しの工夫をしてもうやってるよっていうところもですね意識をしていただきながら親密性心理的安全性公正性についてですね少しご自身のリーダーシップをあの見直していただけるといいかなというふうに思いますではここでまた皆さんにですね問いタイムです、えー、ご自身の会社だったりとか預かってらっしゃる職場でですね ここがこうダイバーシティ推進をしていくに向けて、だってですね、どんなチーム状態を作りたいですかというのが1つ目です。やっぱりここはこういうふうにしたいからっていう,こう目標というかです、ね、ビジョンの状態がないとなかなかそうはなりません。そして2つ目としては、先ほどの3つの要素がです、ね、どれぐらい実現できていそうでしょうかということをお渡しさせていただきたいと思います。 リーダーはですね、このリンク中の認識を高める役割だなというふうに置いていただいてですね、ちょっと考えてみてください。では、せっかくなので、この、たくさん書いてありますけれども、チェックリストを出しながら、お時間を1分ほどお渡しをしてみたいと思います。 ではですね、これアンケートにお答えいただけると、今日の,あの資料を抜粋したものがですね、お手元にあのお配りできますので、ぜひご協力いただいて、この辺ですね、あのお手元に置いていただければ嬉しいなと思います。では、ここからですね、じゃ具体的にこういうことをやってらっしゃる企業さんってあるのかなと、どういうふうにやっ,たりやってらっしゃるのかなというところをですね、皆さんとあのご一緒にですね、あの知っていきたいと思います。これですね、あの、 昨年度はですね、ダイバーシティというよりは女性活躍推進という文脈で、企業が女性活躍をしていくロードマップを作りましょうというワークショップをあの私の方でさせていただきました。でそこにご参加いただきました企業さんのですね、一社で、ネオス様ですね。ネオス様の方でですね、あのいろんな取り組みだったりとか、リーダーシップのあり方というところを見直してですね、あの大きな変化を起こしつつあると。 いう、あの事例を伺うことができましたので、あの少しお話をいただきたいなと思っています。ではですね、河野さん。あ、失礼しました。ちょっと私が、お顔を見失ってますが。あ、すみません。河野さん。はい。河野さん。はい。はい。はい。あ、今。はい。聞こえてますか。聞こえてます。ありがとうございます。 ではまずですね、あのネオス社さんのですねご紹介から少しお願いできたらと思うんですけれども、よろしいでしょうか。っあ、はい。用意を一回停止させていただきます。失礼します。はい。<あ>お願いします。はい、ネオスの河野と申します。うん、えっとネオスについてなんですが、えー、まあ当社ですね、当社なんですが、まあ福岡で、えー、不動産会社向けのあシステム開発およびウェブサイトの構築っていうところを行っております。 会社の規模的には、従業員44名程度、男女比が大体5対5、男女5対5という形で、職種はエンジニアが半分ぐらいで、残りの半分がディレクターやデザイナーというような構成で行っております。ちなみに社員のほとんどが九州出身という形になっております。 こんなにいいですか。はい、<laughs> ありがとうございます。じゃあここからですね、あのネオスさんの話をですね、はい、皆さんと聞いていきたいと思います。ちょっとお待ちくださいね。もう一度画面を共有します。では、はいま、ちょっと私の方でですね、ご質問をさせていただいて、でカノさんにお答えいただくみたいな形式であの進めていきます。 じゃまずですね経営の方は、えっと、どんなリーダーシップを発揮されているかというところからあのお話をいただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうかはいえっと当社の経営陣で、まあ一つで言うと、えっとまあ挑戦を、うん、まあ、えっと、新しいことをどんどん失敗、えー、を恐れずやっていこうっていう、えー、まあ指針というか、えー、方針を立てている、えー、経営陣だと思っております。 であともう一つ、えー、大きいのが、えーと、やる気のある社員、まあ、もっと成長したいとか、いろんなことやりたいみたいな社員の、えー、と支援を、えー、かなり手厚く、えー、やっていきたい、やっていっている、えー、経営陣という形ですね。はい、その影響として、組織はどんな状態になっているように、河野さんからは見えますか。はい。えっと… すいません。えっと、もともと、あの、ちょっと違う経営者、経営人がいて、えー、今回かわ、今回というか、まあ、変わってですね、あの、その前後っていうところがあったんですけれども、まあ、その、えっとリーダー、経営人っていうのが変わって、大きく変わったのが、えー、まあ、組織のフードみたいなところが変わったかなと思ってます。まあ、それは、あの、どんな新しいことに挑戦していきたいっていう、えー、まあ、僕を含めた社員っていうところが。 えー、たくさん出てきたっていうところもあります。し、えっ、ー、とその挑戦したことがまあ、全てが全てこう成。成果を成功というか成果出せるわけじゃないので、まあ、そういったところ。でも周りがこう許してくれるというか、あの温かい目で見守っていただけるような雰囲気になっているかなというふうに思っております。で、もう一つのえっ、ー、とまあ、やる気のある社員がこうの支援みたいな。ところでいくと、あの岡三社員っていうところのえっ、ー、と何ですかね？あの。 フォローっていうところが変わってきたかなというふうに思っております。えー、まあ、過去ですね、結構そのお母さん社員、まあ、短時間で働く社員の方とかに対して、まあ、なんかこうここぐらいまでやってくれたらいいよ、もしくはそのまあ事今までこうバリバリこう働いてたけど、まあ、とりあえず事務作業、えー、やっといてもらったらいいよみたいな感じだったんですけど、ちょっとそこがえっ、ー、と変わって。 まあ,あの成果をししっかりり求めていくようになりましたちょっとこれ、あの一見ちょっと冷たい感じでもあるんですけれども、あのそう,そうじゃなくて、まあ、しっかりその本人の力を発揮してほしい、発揮していただける環境というのを準備して、まあ、なおかつ、えっと、まあ、お子さんがいらっしゃると、いろいろ。あの お子さんが急に発熱されたりとかいろいろあると思うのでそういったときにしっかりサポートで対応していける体制を整えるみたいな方向にです、ね、シフトしてあのママさんたちにもです、ね、あのしっかり、えー、働いていただける、えー、環境を整備するというところに、えー、今、いろいろ準備というか、まあ、実施している形ですね。 あれですよね、お母さんたちも、はい、あの短期的なキャリアだけじゃなくて、なんかふもうちょっとフルタイムに戻ったら、こういうことしたいみたいなお話も結構出てるっていうふうに伺いましたけれど、その辺はどうですか。あはい、えっと、そうですね。えっとまあ、今、ちょっと短時間でどうしても、えーえっと、成果が、あのまあ、な何て言うんですかね、できる範囲っていうのがやっぱり、えーっとうん、もう思いっきりはできないと。 でそうなったときに、まあ、フルタイム戻ったときに、えーまあ、新しいことを挑戦、どんどんしたいっていう社員もいますし、えー、と会社としてもですねあの、そういったところも期待しているというところです。ありがとうございます。ではですね、3つ目の質問としまして、川野さん、ご自身のお仕事内容だったり、仕事の進め方にですね、どんな影響や変化がありましたでしょうか。はい、えー、と、 僕自身だと、えーまあ、過去、えー、結構一つの施策を行うのに、かなり準備期間、えー、準備する作業量みたいなのがあって、なかなか一つ一つの実施量だったり、期間っていうのが長かったんですけど、まあ、今、現状、えーと、かなり短期間で回せるようになってまして、いろいろなことに、新しいことに取り組むことであったりとか、まあ、それに対して成果が出せていたりっていうところはあると思います。 生産性上がりまくったわけですね <laughs> ちょっと主観がだいぶ混じってるんですけど <laughs> あのそインクルージョン認識なのでですね自分がそうだっていうふうに思えてたらもうそれでバッチリです、はいはい、ありがとうございます、はい、バッチリ生産性上がってます <laughs> ありがとうございますでもちょっと言わせちゃいましたけど <laughs> <laughs> ではですねちょっといったんですね あ,のありがとうございます。私の方でもですねあの伺ったお話をまとめてみましたっていうところがこのページになるのでちょっとですね菅野さん補足などもご協力いただければなというふうに思うんですけれども、まあ、まさにそのインクルージョンな組織の風土だったり状態を作ることがですねあの組織成果につながるというお話をしていただけてるのかなというふうに思います。 で組織成果っていうのは必ずしもですね、売上や利益だけではなくてですね、スピードだったり、生産性だったり、あとは一人一人の社員がですね、長期的なキャリア感を持つっていうこともですね、大事な組織成果かなというふうに思いますで。先ほどの3つの要素でちょっと切り分けてみますとですね、このお話はちょっと出なかった、私が個別に伺った時に、ヒアリングした時に出たお話なんですけれども、親密性というところでいくとですね、結構社長があれですよね、新入社員の隣に座って話してたり、 エンジニア同士で話をしたりとかするわけですよね。はい、そうですね。はい。もう本当にあの新卒社員の隣に席にあのいって座って、まあいろいろな話、まあ、世間話含めてやっているって形ですね。うんうん。ありがとうございます。44名のあのあの企業規模でいらっしゃるので、まあ、社長がですね非常にこう身近であの。 メンバーの方にですね、来ていただきやすいっていう環境はもちろんあると思うんですけれどもですね、あの親密性というところでお互いを知り合う機会だったりとか、相手の考えを聞く機会っていうのがですね、多分あの日常的にあの気軽に行われているんじゃないかなというふうに思います。で、未経験者とかママ社員をですね、サポートしようという雰囲気も結構あるというふうに聞きました。はい、心理的安全性とありがとうございますっていうところでいくとですね、メンバーが活発に意見提案していいよという雰囲気があると。 やってみよう、失敗してもいいという考え方なので、まあ、社長だけがそう思っていてはそうならないのでですね、あの組織全体がそうなんだよねというふうな状態になっていると。何か一つやって、スピード感が出たものをやってですね、うまくいったらもちろんそれは良かったねですし、これ今ちょっと失敗してしまった時ですよね。その時にも、うん、次行こうよっていう風なムードになるという風に伺っていて、そうするとですね、じゃあ次もやってみようっていう風に、どんどんこう自分の中のスピード感、サイクルが回ってくると。 スピード感を持ってアイデアが行動に移される。先ほど、心理的安全性というのがですね、あの生産性に効きますということをあのお伝えしたんですけれども、まさにその事例かなと思っています。そして、公正性ですね。これまで先ほどの,あのイラストでいくと一番、えー、左の状態ですね、全員平等で個別事情を配慮しないというふうなあの方針だったようなんですけれども、そこをこうリーダー、リーダーが変わったことによって結構変わってですね、今は最適化されていらっしゃると。 個別事情のある社員は事情に合った活躍をするんだけれども、半人前にしとくわけじゃなくて、しっかりと成果を出してもらう。と。その代わり、この親密性にあるところのようにですね、サポートするよっていうところは、あの、しっかり、あの、配慮として、えー、置いていますということを伺いました。またですね、これは私が勝手ながらこうなんじゃないかなと思ったところでいくと、まあ、カノさんご自身、人事のですね、ご担当に対してもですね、 まあこれぐらいの仕事をやっておいてくださいじゃなくてもどんどんこう仕事がアサインされてで菅野さんご自身の成長っていうところも促進されてらっしゃるのかなというふうにあの受け止めましたでこれがインクルージョン認識のですね自分らしさの発揮っていうところでいくとさっきカノののさんご自身がおっしゃっていた今まで考えられないぐらい挑戦できたたり数倍の量や成果を出せているっていうところのご実感があったりとか。 あとはお母さん社員もですね、お一人お一人が自分のこの限られた時間の中でですねどうやって生活を喪失するかっていうのを考えていらっしゃるというふうに伺いましたで一方でですね、貴族館のところでもフルタイムに戻ったらこういうことやってみたいとかあとはママとか未経験社員の方もですね組織貢献をしていこうとサポートしてもらった分返していこうというふうなあの思いがですね、促進されているというふうに伺いました まさにあのインクルージョンがですね、組織成果につながっていらっしゃるあの状態なのかなというふうに聞いていて思います。ここですね、最後、ネオス様のです、ね、今後の展開についてもあの、少し伺えたらと思うんですけれども、今、ここに書かせていただきましたが、カノさんとしてはいかがですかか今後は女女性性、まあ、あマさんとととというところだだけじゃなく外国人だったりとか。 まああの映画就労の方とか、まあそういったところの方も、えー、どんどんと、えー、採用していって、えー、会社の中であのしっかりとそういった体制を作っていきたいなというふうに思っております。まあ、ちょっと今、あのなオフショアみたいな開発、あの外国の会社との、えー、とやり取りを始めたりとか、まあとは映画就労の。えー をの方を雇われている会社との取引を始めたりとか、まあ、そういったあのことに向けての準備というところは、ちくくと今、進めているえ状態です,うま,すまさにこう人事の河野さんと経営の方がタッグを組んで、ですね組織のダイバーシティを広げつつ、あの会社の中のインクルージョンという土壌がですね耕し続けられているのかなというふうな印象を受けました。河野さんあありりががととううごござざいいまますす 最後ですね、ここからあのまとめていきたいなと思うんですけれども、なかなかですね、一足飛びにあの先ほどのような状態になるというのは難しいと思うんですけれど、まずはここからっていうところでですね、お話ができたらと思います。ポイント、大きく分けて3つです。1つ目はですね、ダイバーシティ推進のプランニングです。これぐらいの時までに今の組織状態がこうだとしたら、 こういう組織構成にしようよというところを決めることができるのは、やっぱり経営だけなんですよね。まあ、経営の方が意思決定をして、そして、あの、人事の方がそれを実行していくということに、まあ、大きくはなると思うんですけれども、いつまでにどんな組織構成を実現するのかっていうところを、プランニングしていく。女性社員比率だったり、女性の管理職比率だったり、まあ、外国、外国人の社員だったりとかですね。いろんなダイバーシティがあるかなと思います。 そしてそれによってですね、どんな果実を得ようと思っているのかっていうところもですね、合わせてプランニングできるといいなと思います。そして二つ目ですね、特にこれは親密性とか心理的安全性に効いてくるあのスキルなんですけれども、対話のスキルです。例えばですね、こうワンオンワンの場がどんな場になっていらっしゃるかっていうところなんですけれども、ある企業さんですね、 あの9割以上私が喋ってますっていうあの部長さんとお話ししたことがあってですね「部長さんが喋ってるんですか?」と「そうです」っていうふうにおっしゃっていて「あこれは逆の方がいいかもしれませんね」というアドバイスをさせていただいたこともあったんですけれども相手の自分らしさを知ってですね親密性を高める上でもまたですね場に安心感を提供してですね心理的安全性を高めるためにもですねリーダーの方にはぜひこの聞くスキル 対話のスキルの中でも聞くというところをですね、ぜひ焦点を当てて、あの、獲得していただけるといいかなと思いますで。具体的にですね、どういうことなのかっていうのをちょっと簡単にご説明をしたいと思うんですが、まず一つ目ですね、心を傾けて聞くと。この聞くというこの漢字をですね、あえて使っていますのは、これ心が入ってるんですけれどもね、これよく言われる話かもしれませんが、心を傾けて聞くんですね、耳だけじゃなくてですね、で心を傾けて聞くとですね、 もっと教えてよという好奇心が出てきたりとか相手の話を評価しないで聞き止めようという気持ちになりますのでまず一つ目はですねこれちょっと抽象的ではあるんですけれども心を傾けて聞くとで。これ聞いてもらう側に立つとわかるんですけれどもこの人本当に私の話聞いてくれてるかなっていうのはですね相手にはよくわかるんですね。 なんで自分は聞いているふりをしてるんだけれども相手からしたらあ聞いているふりしてるなっていうのはですねよく分かってしまいますので聞くっていう場になった時はですねそして2つ目ですね聞いていることを表現すると相づちを打ったりとか視線を合わせたりとかですねあと表情ですねその話していることに合わせた表情ができているかっていうことが2つ目になります。 そして三つ目はですね、もっと聞かせてっていうのを表現するために問うということです。これは質問をするということなんですけれども、話を発展させたりとか深掘るということをできるのはですね、質問というあのやり方になります。ここですごく大事なのはですね、自分の話をしないということです。なんか相手の文脈に合わせてですね、あ、それ私も経験したことありますとか、あ、それそれわかるわかる私はねっていうふうに自分が話を取ってしまうとですね、逆の聞く側と 聞いてもらってる側が一気に逆転をしてしまいますので、一旦その自分の話がこう立ち上がってきたとしてもそれをしないで聞く、そこをですねやってみていただきたいなと思います。とにかくですね対話の量を増やしていただいてそこから始めていただくっていうこともあのおすすめです。そして三つ目ですジョブアサインの工夫というところです。 まあ、ジョブアサインはですね、あのカタカナで言ってるのでなんか分かりにくくなってしまうんですけれどもあの仕仕事事の、のの誰にどどをを割割割りり振振るるか、どの役割を割り振るか役というところですで。これですねダイバーシティを進める上で、まあ、インクルージョンを作っていく公正性という上でもそうですけれども、えっと、欠かせないことなんですねで。個別事情のある社員に対しては配慮をしつつですね個々人の成長というところを掛け算していけるかというところがポイントになります。 半人前にしないというととうころがまず1つ目ですそして2つ目はですねできることをベースに仕事を割り振るというところももちろんあのスピード感を持ってやるためには大事なんですけれどもできそうなところに仕事をアサインするっていうことも大事でしてチームの,あの総力を上げていきますから個々人をレベルアップしてチームの総力を上げるためにですねちょっとできそうなアサインをするっていうことも心がけてみていただけるといいかなと思います。 そして3つ目の観点としてですね、ホットジョブという言葉をあのよく言われるんですけれども、皆さんもですね、ご自身がぐっと成長した仕事ってないですかねあの時のあの仕事があったから今の自分があるなとか、あの時のあの仕事があの自分のスキルをこう、すごく上げたなみたいな、そんなお仕事のことがホットジョブです。で皆さんご情緒であられる場合はですね、あ、この仕事来たなっていうのってわかると思うんですよねで。それを渡す時にですね、 できそうなっていうことも大事なんですけれどもマイノリティーマジョリティー関係なくですね一人一人を見てぜひ渡していただきたいなと思います特にですね女性活躍っていう文脈でいくとですね男性と女性で全く同じスキルセットがあった時にはほとんどのケースでですねそれを男性に渡すっていう結果がで得られたことがあったんですね調査結果があえてそこをですね同じなら女性に渡すっていう判断もありかなと思います この3つの観点でですね、ジョブアサインの工夫っていうところもぜひ進めていただければなと思います。そして最後にですね、これはあのこうしてくださいという話でもないんですけれども、何をするかっていうところもすごく大事なんですけれども、皆さん自身がどうあるか、どういうことを大事にあの組織を作られるかっていうことも非常に大事で。 リーダーのあり方っていうのがですね、思いっきり組織に反映されますので、皆さん自身の価値観だったり大事にしていることっていうのをですね、毎一度ぜひ棚卸しをいただいて、組織を作っていくっていうことをやっていただいて、ダイバーシティを進めてですね、インクルージョン認識を高めていただきたいなというふうに考えています。今日のまとめはこのような形になります。では、駆け足で3時半まで話させていただきました。 私からのまず一方的なお話としては以上になりますありがとうございました